なあ、母さん。会社で注意するときってどうしてる？夕食を食べていると、息子がいきなり聞いてきた。私は今までの経験から話す。頭ごなしに注意もできないし、どうしてそうなったのかきちんと本人が理解することも必要よね。どんなことで注意するかにもよるけど。そうだよな。珍しく息子が悩んでいるので何があったのか聞いてみると、自分のことではなく彼女のことだという。彼女が職場で注意と称したいじめを受けているらしい。いじめをしている相手は私と同い年くらいだそうで、息子は私に聞いてきたというわけだ。どこの会社でも似たような問題はあるんだな。私の名前はエリコ、60歳の兼業主婦だ。昔から事務員として働いていたけど、子育てもあり退職。でも、子育ても落ち着いてきた頃に元上司に会い、事務員を探しているというのでパートで働くことを決めた。この元上司は私の後輩の事務員と結婚していて、奥さんの翔子さんも少し前に復帰したらしい。私はブランクがあって不安だったけど、昔の同僚もいたので楽しく働いていた。私は夫と息子の3人で暮らしていて、夫は地元の大手企業の役員だ。息子は外資系の企業で働く33歳。息子には数ヶ月前から付き合っている彼女がいるらしい。まだ見たことはないけど、話は息子から聞いている。合コンで知り合ったと言っていたので、どうかと思ったが、最近ではインターネットで知り合って結婚というのもよくあるらしく、私の同僚の娘さんも合コンで知り合って結婚したと言っていた。そう悪いものでもないのかもしれない。何より、あまり出会いのなさそうな息子が、このまま独り身でいるよりはいいだろう。それよりも、今私が頭を悩ませているのは、職場の新人のことだ。いつまで経っても仕事に慣れてくれない。彼女の名前はナミ、29歳らしい。数ヶ月前に事務員が一人、家の都合で辞めてしまった。募集をして面接に来たのがナミさんだ。派遣社員で事務をしていたという彼女を採用したらしいが、実際には派遣会社に登録をして単発の仕事をしていただけだった。即戦力ですと自分で言っていたのに、パソコンの操作すらままならないという状態だ。今時の子はパソコンくらい普通に操作できると思っていたけど、どうやらそういうわけではないらしい。事務員の中で一番社歴が長いのが私なので、パートではあるけど、ナミさんの教育係を任された。ナミさんの第一印象は、ニコニコと明るいお嬢さん。しかし、蓋を開けてみたら、ニコニコしているのは男性社員にだけで、女性社員には挨拶すらしない。仕事がどうこうの前に挨拶くらいしてほしいものではある。でも、若い子がニコニコしているだけで、特に年配の男性社員は満足らしい。ナミさんは仕事を教えてもメモを取る様子もない。それならばと思い仕事を任せてみても進む様子がない。ナミさん、わからないなら聞いてもらえる？と言ってみたけど、はーい。と面倒そうに返事をしただけだ。1時間もあれば出来上がるような書類を1日かけて作成し、しかもそれは半分以上間違えている。1週間しても仕事がはかどる気配もない。あまり言いたくはなかったけど、私は課長に相談することにした。けれど課長は、彼女はあれでいいんだよ、なんたって花があるだろ、と、すっかり彼女の虜だ。確かに彼女は可愛い。でも、他の事務員の手前、このままにしておくのもどうだろう。私はまず、ナミさんとの距離を近づけるために、仕事以外の話をしてみようと思った。それから数日後、休憩室に一人でいるナミさんを見つける。ナミさん、お疲れ様。これからお昼？
私は至って普通に声をかけた。しかし顔を上げたナミさんは険しい表情で私を見てくる。そうだけど何？もはや丁寧語ですらないその態度に私は驚きを隠せない。休憩中までおつぼねの文句聞かなきゃいけないなんて最悪なんですけど。髪の毛をいじりながらナミさんはそう言う。私が次の言葉を見つけられず呆然としていると、後ろから課長が入ってきて、ナミさんが課長に駆け寄った。もういいや。私は別の席で休憩を取ろうとその場を離れると、休憩中なのにエリコさんに怒られちゃったと、ナミさんの声がするので振り返ると、こちらを見てにやりとした。課長はそうかそうかと話を聞いているようだ。声をかけただけで怒ったと言われてしまうのか。私はその様子にイライラしてしまった。その日はなんとか怒りを抑えて仕事を終えたが、家に帰って家族と夕食を食べていると、つい愚痴が出てしまう。それを聞いた息子が、いるよなぁ、そういうの。だいたい仕事ができないんだよなぁ。その新人、課長とできてんじゃないの？という。まだ入社して1ヶ月も経っていないのに、さすがにそれはないでしょう。私はため息をついた。夫は首をかしげ、その子だって会社に仕事をしに来ているんじゃないのか？という。仕事一筋で生きてきた夫には彼女のような行動は信じられないようだ。まあ、私ですら信じられない。世の中には父さんみたいに真面目に仕事をしようって思わない人もいるってことだよ。息子はそう笑った。それからも、ナミさんは男性社員にはうまく取り入り、女性社員からは嫌われていく。うちの会社は男性の方が多いので、本人はそれでも何とも思わないようだ。そしてそれから数ヶ月後、事件は起こった。ナミさんには重要な書類は任せないようにしていたが、営業の社員がナミさんに仕事を頼んでしまったらしい。それを誰にも相談せずに作成した結果、とんでもない見積もり額の書類が出来上がっていた。営業社員はそれを確認もせずに先方に送付するようナミさんに頼んだ。間違いに気づいたのは先方からクレームが来たからだ。そのクレームの電話を取ったのは私。何のことだかわからず担当に確認をすると言っても、ひたすら私が怒られていた。30分ほど怒鳴られてようやく解放される。その時は随分と理不尽なクレームだなぁと思っていたけど、事実を確認した私は驚いた。こんな見積書を出したらそりゃ怒られて当然だ。さすがに私はナミさんを呼び出した。どうして勝手にこんなことをしたの？必ず確認するようにって言ったわよね。なるべく冷静に言ったつもりだけど、そもそもナミさんは最初から話を聞く気なんてない。はあ、クレームの電話、私が取らなくてよかった。髪の毛をいじりながら笑う。そして続けて、私、エリートの婚約者がいるんですよ。だから結婚したら働かなくてもいいの。でも彼は働いていてほしいって言うから、とりあえずここで働いてるだけ。課長にも気に入られて、いてくれるだけでいいなんて言われてるんだから、私に話しかけて来ないでくれる？まあ私みたいな人生を送れなかったおつぼねさんには想像できないかもしれないけどね。と私を見下してくる。私は頭に来て、あなたの事情は知らないけど、しっかり仕事をしてもらわないとみんなが迷惑するの。仕事をしないなら辞めてほしいし、いい加減にしてくれる？と言ってしまった。ナミさんはそれに腹を立てたようで、
無言で壁をバンと叩いて去っていく。私はしばらくどうしたものかと悩んでいたが、なんだか馬鹿らしくなってきた。自分の上司である課長が野放しにしているのだから、私が苦労することもないだろう。よし、課長には彼女の教育係は私には無理だと伝えよう。そう思ってデスクに戻ると、課長は外出中だった。この時間は営業に出ている社員が多く、事務員を中心に数名が社内に残っているだけだ。私がデスクに戻ると、給湯室に向かうナミさんとすれ違う。私はしばらく仕事をしていたが、ナミさんが給湯室からなかなか戻ってこない。給湯室でまたスマホでもいじってサボっているのかもしれない。いつもは注意しないが、私も頭に来ていたので、様子を見に行った。すると、案の定、壁にもたれかかってスマホをいじっているナミさんの姿が見える。何してるの？私が声をかけると、ナミさんは慌ててスマホを隠した。ナミさんの奥には湯気を立てたお茶が入っている。お茶入れようと思ってただけでしょ？おつぼねはこんなことも許せないわけ？ナミさんの勢いにそんなに怒らなくてもいいじゃないかと思いながら、あなたがサボっている時間にも給料は発生してるのよ。ここに遊びに来てるの？仕事しに来てるんでしょ？と冷静に声をかけた。うるさいわね。私の婚約者はエリートなのよ。あんたみたいなババアになってまで働かなきゃいけない人間と一緒にしないでくれる？ナミさんはそう怒鳴ると湯気の立っているお茶を手に取り、私にぶっかけてきたのだ。あ、熱っ。私は何が起こったかわからないまま声を上げた。いい君、邪魔を見ろ。私を馬鹿にするようなナミさんの声が聞こえる。でも、なかなか目が開けられない。私の後ろからは別の声が聞こえてきた。エリコさん？そう言って駆け寄ってきたのは別の事務員の翔子さん。彼女はタオルを濡らして私の顔に当ててくれた。ようやく目が開けられると、何かの書類が床に落ちていたので、翔子さんは私に何か確認することがあって探していたのだろう。ナミさん、何したの？翔子さんがそう言うと、ナミさんは笑いながら言った。エリコさんが、また私に文句言いたいみたいだったから、自分を守っただけよ。言いたいことはいろいろあるが、私は熱くてそれどころじゃない。ナミさんはそれがおかしいようで、一人で笑っている。そして、化石のババア、さっさとやめろ！と言って、給湯室を出て行った。翔子さんは怒っている。ひどい人、信じられない。エリコさん、今日は早退して、病院に行ってください。私、夫にも相談しておきますから。翔子さんの夫は、私にパートを斡旋してくれた元上司だ。今は役員になっていて接点はあまりないけど、話をしておいて損はないだろう。その後私は病院に行って処置をしてもらい、いつもより早めに帰宅した。しばらくすると息子が帰ってきて、私の顔を見て驚く。母さん、どうしたのそれ？私は息子に説明を終えると、なんだよそいつ、訴えてやれよ。とにかく母さんはもう仕事辞めなよ。と言う。帰ってきた夫も息子から話を聞いて激怒。私はいろいろ思うこともあったが、なんだかもう疲れてしまって、訴えることもせず会社を辞めてしまった。翔子さんやその夫の元上司は連絡をくれたが、今はそっとしておいてほしいと伝える。それから一ヶ月ほどして、
私は徐々に立ち直っていった。一度翔子さんに連絡をすると、私の件で翔子さんの夫も激怒し、課長叱責。奈美さんは私を火傷させたと噂が広まり、しばらくすると退職届を出していなくなったという。奈美さんは婚約者に働いていてほしいと言われたそうだけど、またどこかの会社に勤めているのだろうか。それとも婚約者にすがりついているのだろうか。そんなことを思っていると息子が今度彼女を連れてくると言い出した。何でも彼女は共通の友人に息子と婚約したと触れ回っているらしい。息子はこのまま付き合っていくかも悩んでいるし、プロポーズなんてしていないのに暴走されて困っているという。一度私たちに会わせて、その態度や対応で今後を考えたいそうだ。次の週末、息子が彼女を連れてきた。はじめまして。そう言って、彼女が顔を上げた途端、私は思わず口を開いた。ナミさん？夫と息子が驚いて私の顔を見る。息子が連れてきた彼女は、あのナミさんだったのだ。ナミさんは私の顔を見るなり、顔面蒼白になって震え出す。私、今日は。小さな声でそう言って、キビスを返そうとするナミさん。息子は、その腕を掴んで、私に確認をした。母さん、もしかして。私はうなずく。息子は怒った顔で、ナミさんを居間へ連れて行き、座らせた。ナミさんは挨拶もせず、青い顔で座っている。まさか、こんなところで会うとはね。息子は彼女に向かって、会社でいじめを受けてるって、母さんのことだったのか？事実は全く違ったんだな。私が退職した後、翔子さん夫婦がうちに来てくれた時に息子がいたので、一緒に話を聞いている。翔子さんが奈美さんのしたことを話してくれているから、息子が私の話だけ鵜呑みにしているというわけではない。私はいろいろ思い出して怒りが湧いてきた。あの時は疲れてしまって何もしなかったけど、診断書は取ってあるの。そんな、診断書なんて、それに私、今日は結婚の挨拶に。ナミさんは青い顔でうろたえている。結婚の挨拶？俺はお前との結婚なんて考えられない。今日確信したよ。そもそも、お前が勝手に婚約したと言い回ってるみたいだけど、俺はプロポーズをした覚えもない。すると、ナミさんはいきなり逆ギレを始めた。そんなの婚約破棄じゃない！慰謝料払ってよね！結婚しないなら、婚約破棄の慰謝料をたっぷり払ってもらうから！その言葉に、私は冷静に言った。息子は彼女はいるけど、結婚は悩んでいるって言ってた。だから、口約束でも婚約なんてことは言わないはず。婚約していたという証拠はあるの？ナミさんは言葉に詰まって私を睨みつけてくる。私は続けた。してもいない婚約破棄の慰謝料を請求しようとするなら、私はあなたに負わされた火傷の治療費と慰謝料を請求するわね。はあ？何言ってるの？そこへ席を立っていた夫が戻ってくる。これが診断書だ。実際にその現場を見た社員もいるんだから、証拠は揃ってる。弁護士は私の友人に頼むつもりだ。それを見てナミさんは、どこかへ連絡をしようとしたのか、スマホを取り出したが、焦って手を滑らし、スマホがテーブルの上に落ちた。ちょうど開かれていた通話履歴を見て、私は驚く。これって、課長よね。そこには課長の名前とたくさんの通話履歴が残っていた。そういえば、
あなたが課長と繁華街を歩いていたって話を聞いたわ。もしかして、あなた。私がそう言うと、ナミさんは慌てたように。違うわ。私はホテルになんて行ってない。と言う。え?と、息子が言うと、ナミさんは自分の口を塞いだ。完全に自爆だ。あなた会社に何しに行ってたの?課長は既婚者だって知ってたわよね。世渡り上手のつもりかもしれないけど、完全に化けの皮が剥がれたわね。とにかく、私はあなたに治療費と慰謝料を請求するから覚悟しておきなさい。私がそう言うと、息子はナミさんを引っ張って出ていく。夫も厳しい顔でそれを見送った。もう用はないから、さっさと帰ってくれ。息子がそう言うと、ナミさんは、ふてくされた顔で家を出て行った。後日、私は弁護士を通して、ナミさんに慰謝料請求。自宅に連絡をしたため、ナミさんは両親にバレて、こっぴどく叱られたようだ。ナミさんの両親から謝罪の電話が来て、本人の貯金で足りない分は、ブランド品を売ってお金を作ったからと、全額支払ってもらった。でも、これで終わりではない。私は、翔子さんに連絡し、課長とナミさんの件を話す。すると、社内で、あれよあれよと、証拠が集まってきた。会社の近くで浮気なんてしているから、見かけた社員も多い。繁華街で腕を組んで歩く二人を、面白半分に撮っている社員もいた。翔子さんの夫は、課長の奥さんと面識があるらしく、その事実を奥さんに伝え、奥さんは激怒。ナミさんは浮気の慰謝料請求もされたらしく、両親にも見放され、実家を追い出されたそうだ。一度息子のところにもよりを戻したいと連絡が来たそうだけど、もちろん息子は丁重にお断りをした。息子は見る目がなかったと落ち込んでいたが、最近では昔趣味だったスポーツを再開して楽しんでいるようだ。私も何か始めようと料理教室に通いだし、夫には料理の腕を上げたと喜ばれている。